関係者の皆まにご心配ををおおかけししていることをお詫び申し上げます。中電とその子会社は企業向けなどのガスの販売をめぐりライバルの東邦ガスと事前に調整をした独占禁止法違反の疑いを持たれ今月20日、公取から課徴金およそ2600万円の処分案を通知されました26日の定例会見で林社長は重く受け止めるとしつつ 審査の途中のためコメントを差し控えると述べ、今後の対応を明らかにしませんでした。中電は電気の販売をめぐって関西電力とのカルテルも指摘されていますが、275億円余りの課長金の納付命令を服として訴えを起こしています。